大丈夫か。くそ、なんでだよ。本当にサジャは死んだのか。なあ、なんでお前ら何やってたんだよ。飛行船に乗り込んできた子供に撃たれたって、そんなバカな話はあるかよ。ただの女の子じゃない、訓練されていた戦士候補生か。俺の肉弾があったか。すまない、なんで俺に謝る。俺はただ飯を用意してただけだ。